牧陽子コミケ出店炎上問題についてああなんかネットニュースで見ましたもうテレビとか見ないもんでネットニュースでこういうことは知るんですよ、えー、そもそも牧さんの行為を擁護、えー、コミケは自由な表現活動を担保,あ担保すべきとする意見もありますが岡田先生は牧陽子さんを擁護しますか彼女を間違えて何でしょうかというやつで、えー、これ大丈夫ですか牧陽子っていう女優さんがいてですね この人が、「クラウドファンンディング、キャンプファイヤーでお金を集めてコミケで、えー、写真集を出しますって言ってスタッフも発表してでお金を集めたんですけれども、まあ、それがですね一気に炎上したということですね。で僕はもうあんまりこういうのは気にしなくてですね、えー、否定的な人の意見としてはクラウドファンディングを利用しての制作は自費出版の基本がコミケの趣旨と違う。 ですね、自分のファンクラブや違うイベントでやれどうしてもコミケというなら企業ブースでやるべきこれはまあね一番納得できる感じ有名人がコミケの場を荒らすなオタクをバカにしてる制作費800万は高額すぎる制作費を集めた上で販売金儲けに走りすぎる まあ、あの、この辺のですね、有名人が来るなとか、そういうのはすべて、あの、西原理恵子とかですね、島本和彦に言ってやってください。<laughs> 西原理恵子、島本和彦、鹿野姉妹がありなんだったら、牧洋子がダメって言っちゃったら、それはいかんでしょ。僕なんでこういうふうに考えるのかっていうと、例えば、クラスの中でオタクの嫌われ者がいて。 でみんながそいつをルールー上は、OK、なんだけど、仲間外れにするる場合ってあるよね。例えば、えー、掃除員を全員で持ち回りしてる時に何かいじめやすいやつがいたらそいつだけ週に1回のルールに変えちゃうとかああいうのはなんかすごく嫌なのつまりルールが一旦決まってたらそのクラスの中で嫌われてようが好かれてようがルールっていうのは好かれる嫌われに関係なく均等にするべきだっていうのがルールという考え。 だから、企業ブースでやれって言うんだったらサイバリンクも企業ブースでやるべきだし <laughs> あの壁でなんかなんか列作ってるあの実業家の人たちも別に企業ブースで構わないと思うんだけどもあそこまでのなんかルールをまたね平等に適用しすぎるとどんどんややこしくなるししんどくなるので基本コミケっていう場は俺ら旗がいるじゃん。コミケっていう場だけでなくてそれは世間に見られてるっていう外の世界っていうのがあるんだからそこからどう見えるのかっていうのを考えたら。 マキコミケはアマチュアの場だって言って追い出すのと牧陽子さんみたいになんかいろいろトラブルがあってセシルの目論見みの視聴率が悪くて同時に作る人でも OK ですよっていうのと受け入れるのでは全く世間 かかららら、見たのの僕らの評価が変わってくるから基本的に何かを排除するという時はよっぽど特殊な場合でないと例えば排除した方がおクの株が上がるとかさコミケの株が上がるとかそういう時は排除もありかもわかんないんだけどそれ以外の時は基本的に何でも OK ですようにしといた方がただでさえ世間から排除されてる我々としてはなんかその方がかっこいいと思うんだけどねまあそんなふうに思います。 チャンネル登録もよろしくね。